エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、案件探しを代行し希望の働き方ができる環境をご提供します。詳しくは概要欄をご覧ください。最近同様、山本 VS 株本編 VS 戦ってるみたいな。戦ってます。僕が株本さんの近況をお伺いする企画ですか。ですかっていうか、もうその手で進めてもらっていい。その手で意味わからん企画名やなと思って。僕からの質問、テーマはですね、お金です。率直に株本さんの今の個人の貯金額ってどのくらいなんですか。1億ぐらいじゃない。1億じゃちょっと足りないんかもしれないですけど、いわゆるファイヤーみたいな、仕事辞めてちょっとのんびりじゃないけどすると思うんですけど、結構働いてません？内定チャンネルの日とか多分1日拘束で、練習チャンネルも1日拘束で、撮影があって、オンラインサロンのラジオとかもめちゃ撮って、結構働いてるイメージあるんですよね。この気持ちって視聴者も結構わかると思うんですけど、もう良くないみたいな。僕やったらそんだけやったら、まあ一旦ちょっと3年くらい休んじゃおっかなみたいな感じになると思うんですよね。っていうか、僕やったら辞めます。仕事1億で1億じゃちょっと少ないかもしれないですけど、ね、減らします、ね、でもなんか鴨さん、なんなら逆に増えたんじゃないかくらいの感じになってて、要するにどういう質問をしたいかっていうと、なんでそんな働いてるんですか。何する、逆に。僕は明確にやりたいことあって、今あのテトリスにめっちゃハマってるんですけど、テトリスしたいです。でもテトリスしてるよ俺家で。マジっすか、うん、でも僕今だいたい1日 2,3 時間しかできてないんですよ。これをもっと10時間とかしたい。でもできるよ多分。今できるかもしれないですけど、にしては働きすぎてるんじゃないかというか、もっと趣味の時間増やしてみたいな感じにならないのはなんでなんですかっていう。だから意外とお前は俺に対して働いてるって錯覚してるだけかもよ。じゃあ月何時間働いてるんですか今。勤務がある時間で言ったら1日3時間から5時間じゃない。もっと減らしてもいいんちゃうかなって思うんですけど1、2時間くらいの。一昨年とか3年前それやってつまんなくなっちゃったよね。あ、もう一周回ってるんですね、うん、だと思う。それ周りの経営者さんも 2,3 年1回本気で遊んでみたけど思んなかったって言って仕事に戻ってくる人めっちゃいるじゃないですか、うん、それってそういうもんなんですか。なんで思んないですか。例えば僕サラリーマン時代もっと余暇が欲しいってずっと思ってました。テトリス上手くなってさ、なんでおもろいの。ゲーム全般に言えることなんですけど、なんでゲーム上手くなりたいかって言ったら、承認欲求を満たすために近いというか、ゲーム内順位を上げたいという、うん、ですよね、ゲーム内順位を上げることとさ、リアルに存在する人の中でさすごいって言われるのとさ、どっちがおもろいんかみたいな話だと思うけどね。リアルで上げる方が難易度高いですからね。そうそうそう、だからおもろいんじゃない。より難しいゲームをしてるみたいなイメージなんです。ビジネスとか会社もゲームだよ。なるほどね。だから知らん人の知らん名前のテトリスが上手い人に勝ってもで何感がすごいから、会社も実際最終で何って感じなんだけど、でもなんかすごいって思ってくれる母数は多そうじゃない。そうですね。お前のぷよぷよの順位とかの倍率を俺が会社でやったら俺も相当すごいことになってるわけだから、はい、だから頑張るところを間違っちゃいけないぐらいな感じかも。僕が間違ってるみたいな感じになってる。いや間違ってるよ。間違ってるのか。だけどまあゴルフとか俺いっぱいやりたいけど、俺の場合ゴルフも結局じゃあ俺が週7ゴルフやりました、アベレージ70代になりました、聞いてよ俺アベレージ70代になったよ。でもさ、それ週7やってたらそうだろうって話じゃん。まあ確かにでしょ。プロゴルファーが俺アベレージ70代なんだよねって言ってもすごいと思わないじゃん。当たり前でしょ、ね、当たり前じゃんっていうことで、そういうことです。だからでもビジネスは週7でやっててもなかなか順位を上げるの難しい。全員週7でやってるからからこそなんですね。なるほど、っていうのを聞きたかったっていう話。今のキャリアで本当に大丈夫ですか。ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談。じゃあ、 あのビジネスの部分は皆さん聞いたと思うんで、鴨本さんのプライベートをちょっとお聞きしたいんですけども、僕も最近結婚したんですけど、結婚してからテストステロン下がりましたか。それは測ってないから分かんないけど、それどうやって分かんの。それエネルギッシュかどうかって感じですかね。施策が攻撃的な施策が多いのか、守りの施策が多いのかとか、うん、そういう話。ちなみに一般論で言うと、海外の研究では結婚したタイミングと子供が生まれたタイミングでテストステロンが受かって下がる、男らしさが減少する、つまり攻撃的なことをしなくなるというか、守りの施策が多くなるという研究があるんですけど、実際どうですか。僕は鬼下がりました。なんで。例えば僕結構無鉄砲な感じでやってましたけど、うん、意外とリスクを見て考えるようになったというか、何も調べずにガーンって突っ込むことが減った。それはさ、結婚したからなのか会社のフェーズなのかっていう話じゃない。あとはその年でそれやってたらダセーとかそういうのもあるでしょ。結婚したからじゃないんじゃない。それもあると思うけど、だって俺がさ今守りの施策増えました、これは結婚したからですじゃないじゃん。会社としてそもそも俺が攻めすぎたらダメージの方がでかいっていう話じゃない、はい、テストステロン下がったからやと思ってました僕は。違う、だから年齢を追うと誰もが
背負うものとかがちょっとずつ大きくなるから、大きくなればなるほど攻めと守りのバランスっていうので、守りの比重がでかくなるのは当たり前だから、ね、じゃあ守りが大きくなってる。それはそうだよ。別に独身だろうがでっかい会社やってたら YouTuber で突撃とか絶対やんないだろうし守るもののでかさみたいなところがどんどんでかくなればなるほど守りが大きくなるわけじゃないですか。その状態で守りながらパンチして、それでさらに勝ち上がっていったらめっちゃかっこいいじゃん。守るもの何もなくて鉄砲に行ってリターン得ました、ですごい果実を得りました、これこれすごいいいことだと思うんだけど、でもこれあるあるで、大体どんな YouTuber もさ、最初はちょっと過激なことやって、で果実得ました、ステータス上がります、そしたら付き合う人もちょっと経営者とか増えてきます、で自分が YouTube でやってることが恥ずかしくてできなくなったりとか、守るもの増えてできなくなったりとかして、鳴かず飛ばずになっていくみたいな。でもそれでちゃんとそこを守りつつ、それでも方針転換をしながら上がっていくのが一流なんじゃない。守ることができたりとか制限が増えたりっていうのはいいことだと思いますよ。その中でどうやって勝つかじゃない。なるほど。最近鴨本さんがメディア露出をあえてちょっと減らしてるみたいなことを聞いたんですけど、それはどういった戦略でそうしてるんですか。別に減らしてるっていうより積極的に取りに行ってないぐらいだから、全然今はまだ出てるとは、まあ、出てますけど、本家の令和のタワーとかあんまり出なかったりとか、年収チャンネルのメンバー増やして鴨本さんが出んでもいい企画を増やしてみたりとか。年収チャンネル出なくなるのと他のチャンネル出なくなるのは全然意味合いが違くて、株元塾で可能性ビジネスの話したじゃん。あの話に近いんだけど、外のチャンネルでいろんな商売人とこうつるむときに、あそこが明らかバグってる人っていうのはやっぱりいっぱいいるわけよ。あそこがバグってても5年10年っていう期間は全然続いたりするから、バグってる人と仲良くあんましたくない。せっかくこっちはさ、矜持を持って自分たちの確率っていうのを意識してんのに、それがバグってる人と仲良くしたら、まるでそれが俺らもそうだって思われるのがすごく嫌だというか、だからあんまり誰しも彼氏も絡みたくないっていう感じっていうのがまず一個と、あと年収に関してはまあ、タメグリさんとこの間話したやつが出てると思うけど、俺がプレイヤーとしてどうこうっていうより、会社としてどうこうが一番自分が望んでることだったりするんで、世の中の人は全員鴨本のことを記憶から抹消されます。ただその分が年収メンバーに分散されます、全員上がりますってなったら俺そっち選ぶもんね。お、そうなんですか。それは実質的に俺の時給がめちゃくちゃ上がることにもつながるし、会社の価値に上がることにつながるから、それを目指してるからメンバーどんどん増やしたりとかするっていうのもあるし、鴨本さんがいなくても回る組織にするみたいな。会社系ってそうだからね。俺はなんかさ、経営者の人となんか飯食ったりするときに、自分依存が強いって見られ方をすると逆にみんなの評価下がる感じがするから、まだそのフェーズネ感がすごい自分でも嫌だというか、鴨本さんのインフルエンス力で成り立ってんでしょみたいなのが、そう思われるのが一番嫌だ。僕らが提供する商品自体に価値を感じてほしいみたいな、てかその層が厚いと。確かに初動は株元インフルエンス力で来たけど、もうそこは層が厚くなくていろんな人がいて、だから株元も関係ないフェーズに来てるよねって思われたいみたいな、これはなんか個人のそれこそ承認欲求だろうね。だからやっぱ青笹とかがバーンってトラで行った時に、俺からしたらめっちゃ嬉しかったからね。ストックさんのメンバーがみたいな感じ。まあ別に青笹も自分の会社とかあるからそっちのためにやってると思うけど、でもそのストックさんの層の厚さを最初に世間にバーン認識されたきっかけになったんじゃない。別にまあインフルエンス力が一番大事ってわけには思ってないけど、結局それがどういう仕事になるかっていうところを最優先では見るけど、でも俺が露出しない理由に関してはそんな感じ。じゃあ最近亀切さんがノンタイトル出てるのも嬉しい、そうそう、あそこでワンと伸びた時に、また年収チャンネル界隈か、またストックさん界隈か、結局ビジネスとエンタメの掛け合わせはもう勝てませんって多分世間はなると思うんだよねでもそれって結局さ、亀切さんがビジネスの人たちとつるむというか、そこで優秀って見られるっていうのは俺らからしたらメリットあるよね。一つの界隈として見られるわけだから、どっちにしろ YouTube 界隈が嫌いなビジネス界隈もあるから、この界隈この界隈で現時点リアルタイムで戦ってる人たちもいるわけで、スタッフさんにもね。なんでそういういろんな会でどん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 マフィアのように存在感出していってもらいたいな、名を馳せていくと。俺はゴルフ界隈あたりに攻め込んでいこうかなじゃあ僕はぷよぷよ界隈に誰だこいつって、まだストックさんやってなるっていうね、そんな感じで意識したいなと思います。なんか最初頭痛かったんだけど、今ちょっと頭痛いの取れてきて機嫌が元気になってきた。さすが山本さんエネルギーありがたいです、はい、っていう加藤さん最近同様でした。はい、ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中。ビジネスマンは年収エージェントで転職。ウェブマーケ、プログラミング、動画編集のスクール運営中。概要欄をご覧ください。年収エージェント。